この事件は2017年7月4日火曜日の午後起こりました。日本一だと名高い週刊文春は私を騙したんです。私に嘘をついたんです。この真実を皆さんに嘘つくことなく私をお伝えします。聞いてください。お願いします。私は2時59分タクシーに乗り込んで文藝春秋へ向かいました。編集部の新谷編集長、デスクの中村さん、そして担当だった鈴木隆太さん、この三人に会うためです。いくら電話してももう電話は出ませんでした。だから私はタクシーで急いだんです。2017年7月4日3時8分です。文藝春秋さん、週刊文春さんに私は来ました。この事件は私が書いた、命を懸けて書いた手紙から始まってます。手紙を書いたのは2017年5月24日でした。私は命がけで手紙を書いたんです。この1年5ヶ月、本当に苦しかったです。もう毎日泣いてばかりいました。私はもう死のうと思ったんです。愛する息子と、夫の船越英一郎に、遺書を私は書いたんです。でもその時です。ノートを見たんです。すべてが書いてあるノートを私は見たんです。まず、6月2日の金曜日に、私と中村さんは渋谷のエクセルホテル東急で会うことになりました。会った場所はリーフという会議室です。ここから全てが始まったんです。6月2日金曜日でした。午後の2時、私と中村さんは待ち合わせをしているエクセルホテル東急会議室リーフで初めて会ったんです。そこで私の方としては出来上がった原稿を見せていただきたいと、すべて見せていただきたいんだと、そう申してました。ところが中村さんは、それはルールとしてできません。そうおっしゃったんです。そこで私は、それじゃあ私もお話できません。すごく大事な話なんです。私の命のかかってる話なんです。そうお伝えしました。そうしたところ、彼と会って、24分後です。中村さんが一つの提案をしたんです。それだったら、松井さんの前で出来上がった原稿を全部読みますとおっしゃったんです。見せることはできないけど、全部を読みますとおっしゃったんです。今日は7月4日です。校了なんです。今日から印刷が回るんです。その前に、私には全部読んで聞かせていただける。出来上がった原稿を全部読んで聞かせていただける。その約束を取り交わしていました。ところが、彼らは約束を破ったんです。そして私の電話には全く出ません。録音も全部してます。しかし二人は全く電話に出られません。鈴木さんにおいては電話は切っています。中村さんの携帯電話の留守番電話に何度も何度も何度も私は訴えました。でも二人は全く出なかったのです。松井さんの目の前で原稿を全部読みますとあなたおっしゃいましたね。今印刷が回ってます。明日のお昼頃、週刊文春の見本紙が出来上がるんです。明後日です。明後日、木曜日にここです。6日、7月6日、6日に週刊文春は店頭に並べられます。何が書いてあるのか、私を騙したので彼らは、全く私はわかりません。きっととんでもない記事が書いてあるんだと思います。私は信じてました。
こんな汚いことをすると思ってなかったんです。ここからは私のブログだけで本当のことを伝えていきます。真実を伝えます。もしサイバーエージェント様のアメーバーが何かの都合で私のサイトが閉鎖された場合、私は独自のサーバーを持ってます。松井和代事務所ではサーバーを持っています。私のサーバーであれば誰も消すことはできません。この世の中で誰も消されることはありません。だから私はアメーバーさんと、そして松井和代事務所のサーバーで真実をお伝えしていきます。本当にご心配をたくさんかけて申し訳ないと思っています。でもこの1年5ヶ月私は命を絶とうとしたんです。息子が頑張っていく姿を見ていたいと思っています。でも私はもう生きる力がなくなってたんです。そこで N ノートを見て、私は週刊文春を信じたんです。彼らは日本一だと言いながら本当にですね、とても汚かったです。 GPS 私が借りてきたのにそれをつけて尾行してたんです。とてもとても汚かったです。私はでも味方だと、私のことを守ってくださるんだと思って全てを話したんです。誰にも告げず、居場所を誰にも告げず、息子にも年老いた両親にも告げずに、私はずっと発売できる日を待っていたんです。でも週刊文春に騙されました。騙されたんです。これほど汚い話はありません。彼らがどんな汚い手を使ったか、この私の真実の叫びで皆さんにお分かりいただきたいと思います。お聞きくださって本当にありがとうございます。息子がどんな思いでこれを聞くのか、母としては切ないです。私は週刊文春さんに何度も申し上げました。真実を伝えましょうって。これはこの一枚の手紙から始まったんですから、私がその手紙を編集所にお渡ししたと、そこの真実を伝えましょうって言いました。でも週刊文春はそれはやめましょうと、嘘つきましょうとおっしゃったんです。何度も私はご提案しました。嘘をつくのは嫌です。だから一通の手紙から始まったと、私が皆さんに助けを求めたんだ、命が出て、そのように嘘をつかないでお願いしますと何度も申し上げました。昨日の夜も私は夜中に、こういう寄稿文どうでしょう、松井和代が書いた寄稿文こういう形はどうですかということもご提案しました。それは皆さんに嘘をつくのが嫌だからです。私は嘘は大嫌いです。嘘をついたら罰せられると思ってます。この世には神様がいらっしゃいます。神様は見てらっしゃる。だから嘘をついたりする人は必ず罰せられるんです。だから私は真実を書いてくださいと何度も頼みましたが、彼らはそれは聞かなかったんです。その上に私を騙しました。私を騙したんです、あの週刊文春は。
この私のメッセージは私の命を懸けた叫びです。告白します。週刊文春は私松井和代を騙しました。